ファンの皆様、本日は早朝よりボートレース戸田にご来場いただきまして誠にありがとうございます。 SG 第54回ボートレースクラシックオープニングセレモニーはこの後9時20分より行います。開会に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。選手にプレゼントなどをお渡しになるお客様はステージに向かって右手側にございます。ステージに向かって右側にございます花束ゾーンにお集まりください。選手の紹介順は登録番号の大きい順、若手からベテランの順となっております。選手登場順は若手からベテランの順、そしてドリームメンバーとなっております。花束ゾーンは A、B、C、D の4ゾーンに分かれております。花束ゾーンは A、B、C、D の4ゾーンに分かれております。どのゾーンにお目当ての選手が来るかを掲示されておりますパネルでお確かめいただき、並び間違いのないようにご注意ください。選手は登場いたしまして中央で挨拶を行った後、この A、B、C、D の花束ゾーンに降壇をしてファンの皆様から花束を受け取ることになります。スタッフがご案内をいたしますので、なるべく選手紹介順になるようにご整列をお願いいたします。また今日の最終12レース、ドリーム戦出場選手につきましては、このドリームインタビューの際のみ講談となります。花束ゾーンは観覧スペースではございませんので、私終えましたら順次客席にお戻りください。なお選手の花束ゾーンへの講談は一度のみとさせていただきます。ステージに戻ってからの再講談は行いませんのでご注意ください。選手との触れ合いの時間には限りがございます。なるべく多くの方がお目当ての選手に花束などを渡せますようご協力をよろしくお願いいたします。また大変恐縮ではございますが、スムーズな進行のためオープニングセレブに並びにドリーム戦出場選手インタビューでのサインや写真撮影はご遠慮ください。花束ゾーンへの整列はプレゼントをお渡しになるお客様のみとさせていただきます。そして本日はスティックバルーンを先着300名様にお配りしております。オープニングセレモニーでの選手の声援にぜひご活用ください。それでは開会まで今しばらくお待ちください。ファンの皆様、本日は早朝よりボートレース戸田にご来場いただきまして誠にありがとうございます。 SG 第54回ボートレースクラシックオープニングセレモニーは、
この後9時20分より行います。開会に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。選手にプレゼントなどをお渡しになるお客様はステージに向かって右側にございます花束ゾーンにお集まりください。花束ゾーンはステージに向かって右側にございます。選手の紹介順は登録番号の大きい順、若手からベテランの順となっております。選手の登場順は ABCD の4ゾーンに分かれております。どのゾーンにお目当ての選手が来るのかを掲示されておりますパネルでお確かめいただき、並び間違いのないようにご注意ください。スタッフがご案内をいたしますので、なるべく選手紹介順になるようにご整列をお願いいたします。なお選手ですけれども、中央に登場、その後花束ゾーン ABCD それぞれの選手のゾーンに降りてまいります。今日の最終12レースドリーム戦出場選手につきましては、ドリーム戦出場選手インタビューの際のみ講談となりますのでご注意ください。花束ゾーンは観覧スペースではございませんので、私を終えましたら順次客席の方にお戻りください。なお選手の花束ゾーンへの講談は1回のみとさせていただきます。選手がステージに戻ってからの再講談は行いませんのでご注意ください。選手との触れ合いの時間には限りがございます。なるべく多くの方がお目当ての選手に花束を渡せるようご協力をよろしくお願いいたします。また大変恐縮ではございますが、スムーズな進行のためオープニングセレモニー並びにドリーム戦出場選手インタビューでのサインや写真撮影はご遠慮ください。花束ゾーンへの整列はプレゼントをお渡しになるお客様のみとさせていただきます。そして本日はスティックバルーンを先着300名様にお配りいたしております。このスティックバルーン、オープニングセレモニーで選手の声援にぜひ活用ください。それでは開会まで今しばらくお待ちください。本日もボートレース戸田にご来場いただき誠にありがとうございます。
ファンの皆様、おはようございます。今日も早朝よりボートレース戸田にご来場いただきまして誠にありがとうございます。2019年最初の SG、 そして平成ラストの SG となります。 SG 第54回ボートレースクラシック、今日から6日間の熱戦が展開されます。これからオープニングセレモニーを行ってまいります。開会に先立ちましてお客様にお願いがございます。繰り返しご案内をさせていただいておりますけれども、選手にプレゼントなどをお渡しになるお客様はステージに向かって右側にございます花束ゾーンにお越しいただきたいと思います。こちら花束ゾーンは ABCD の4つのゾーンに分かれております。奥から ABCD となっておりますけれども、選手が登場いたしまして、若手からベテランの順になりますけれども、その後降壇してそれぞれの自分のゾーンに進んでまいります。そちらで花束プレゼントをお渡しいただきたいと思います。どのゾーンにお目当ての選手が来るのか、あらかじめ掲示されておりますパネルでお確かめいただきまして、並び間違いのないようにご注意をいただきたいと思います。また大変恐縮ではございますけれども、オープニングセレモニー並びにドリーム戦出場選手インタビューでのサインや写真撮影はご遠慮くださいますようよろしくお願い申し上げます。なおゾーンですけれども、最後に登場いたしますドリーム戦出場選手6選手はドリームインタビューの際のみの講談となっておりますのでご注意ください。そして今日はですね、会場の時に300名の方に先着でスティックバルーンをお配りさせていただきました。はい、皆さん持ってらっしゃると思います。本当に鮮やかな金色のスティックバルーン、ちょっと練習したいと思います。高く上げたり横に大きく開くと後方の方、サイドの方のご迷惑になりますので、なるべく顔の前あたりで、合わせていただきたいと思います。ちょっと練習します。3拍子でいきます。せーの、ポン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 。今度拍手します。いきますよ、せーの、パパ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 。あ、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。ぜひですね、盛り上げていただきたいと思うんですけれども、このスティックバルーンですけれども、皆様のそれぞれのリズム感でそれぞれの叩き方でやっていただきたいと思うんですが、どうぞ、高く上げたり横に大きく開いたりすることのないようにですね、周りの方のご迷惑にならないようによろしくお願いを申し上げます。さあ、2019年の SG 戦線の扉が開きます。これからオープニングセレモニーを始めてまいりますが、まずはじめに SG 第54回ボートレースクラシックの開催に際しまして、主催者を代表いたしまして、戸田協定企業団企業長戸田支庁菅原文人より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さん、おはようございます。ご紹介いただきましたボートレース戸田施工社戸田支庁の菅原文人でございます。ファンの皆さん、今日は早朝より本当に多くの皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。いよいよ本日から SG 第54回ボートレースクラシックがここボートレース戸田の地にて開催をされます。開催ありがとうございます。開催にあたりましてご尽力をいただきましたボートレース関係者の皆様、そしてファンの皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。7年ぶりという開催になりました。本当にありがとうございました。さて、今年最初の SG 競争、平成最後の SG 競争ボートレースクラシックの栄冠を手にするのはどの選手でしょうか。選手の皆さんのご奮闘とファンの皆さんの幸運勝ち船を心から記念を申し上げまして、施工者としてのご挨拶といたします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。盛り上げてまいりましょう。ファンの皆様ありがとうございます。主催者を代表いたしまして、戸田協定企業団企業長戸田支庁菅原文人より皆様にご挨拶を申し上げました。それでは
オープニングセレモニーの開会まで今しばらくお待ちください。Ladies and gentlemen, welcome to the Boat Race Classic. Please enjoy the opening ceremony. Two minutes to race a few ones.Let's have a blast. Special performer, Cyber Japan dancers, come on!さあみんな準備はいいか。ボートレース戸谷、7年ぶりの SC がやってきたぞ。2019年の SC シリーズはここボートレース戸谷からスタートだ。平成ラストの SC 競争、 SC 第54回ボートレースクラシック、2018年を勝ち抜いてきた最強のトップレーサー52名の登場だ。 At firstFrom 群馬、広谷関。おはようございます。ヤング代表して頑張ります。Next racer from 広島、タクト・オウェイ。おはようございます。最終日は頑張ります。Next racer from 愛知、誠磯部。おはようございます。愛知の磯部です。最終日までしっかり走ります。 Next racer from 埼玉、龍田中田。
6日間超楽しんでください。 NEXT RACE FROM 福岡、大志は松田。おはようございます、最終日まで楽しんで帰りたいと思います。 NEXT RACE FROM 静岡、ともひは深谷。おはようございます、いいです、すみません、お願いします。 Next Racer from シガ、エミエンド。おはようございます、最後まで全力で走ります、応援してください。 Next Racer from サガ、カオジヤンバーダ。おはようございます、去年大分で埼玉の方に、名前わかりませんがボートレーサーの方ですよねって声をかけていただきました、今年今節、埼玉で名前を打って帰りたいと思います。お願いよろしくお願いします。 Next Racer from 長崎、ユー・クワハラ。おはようございます、精一杯楽しんで帰ります、お願いします。Next Racer from 埼玉、順平希龍。おはようございます、最終日まで自分らしく走ります、全員よろしく。Next Racer from 岡山、ゆきかやはら。おはようございます、一生懸命頑張ります、応援お願いします。 Next Racer from 群馬、秋江松本。おはようございます、今自分にできることを精一杯頑張りたいと思います、応援よろしくお願いします。Next Racer from 大阪、高文鶴本。おはようございます、やっとここに来れました、気合入れて頑張ります、ありがとうございます。 Next Racer from 福岡、高広西山。皆さんちょっと聞いてください、このね池田浩二バッジをね持ってねエンジン引いたらね、いいの引けるから持っていけ言われたんですね。で27号機って引いたら 27% のエンジンが出てきました、ポンコツバッジでございます。あと皆さんオールスターありがとうございました、初めて投票でいきます、その時頑張ります、それまでさようなら。ネスレスフロム福岡、ふとし池永。おはようございます、最終日、最終日です、毎週集中します。 Next Racer from 山口、川島雲野。おはようございます、やっと SG 出れました、結果残せるように一生懸命走ります、応援してください。Next Racer from 福岡、安弘岡崎。おはようございます、頑張ります。 Next Racer from 東京、よりむねい長田。おはようございます、ワーストエンジン引いたんですけど最終日まで頑張ります、応援お願いします。Next Racer from 滋賀、ヨシヤバーバー。おはようございます、男女ハンデ関係なしのガチンコバトルが始まります、6日間楽しんでください。 Next Racer from 香川、
ひろき中越し。はじめまして、満開の桜を咲かせられるように精一杯頑張ります。お願いします。ネスレスンフロム山口、豊大峰。おはようございます。気持ちで出します。お待ちください。Next is from 静岡、エイジー星。おはようございます。やれるだけやってみます。Next is from 広島、剛山口。おはようございます。目の前の一層に真剣勝負。ネスウェザー from 静岡、牧長島。おはようございます。今できることを全力尽くしていきます。ネスウェザー from 群馬、俊幸久田。おはようございます。平常心で頑張ります。 Next is from 大阪、マサノイ・マルオカ。おはようございます。しっかり走ります。 Next is from 徳島、高信タムワ。いつも応援ありがとうございます。最終日まで精一杯頑張ります。 Next is from 静岡、両笠原。おはようございます。頑張ります。Next is from 福井、公平中島。おはようございます。しっかりします。 Next is from 静岡、公平菊池。こんにちは、体調がすこぶる悪いんですけど頑張ります。 Next is from 愛知、吉尾赤岩。おはようございます。久しぶりの戸田ですけど、いっそ集中して一節間頑張ります。お願いします。 Next is from 福岡、ただのウィーヒラータ。おはようございます。むちゃくちゃ苦手なトダなので、 SD を楽しんで帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。 Next is from 兵庫、元日は吉川。おはようございます。最初に頑張ります。Next is from 兵庫、トモコ中谷。おはようございます。いいエンジン引けたんで、しっかり調整して精一杯頑張ります。 Next is from 長崎、幸谷原田。おはようございます。かっこいいレースをお見せしたいと思います。応援の方お願いします。 Next is from 静岡、秀樹徳松。おはようございます。今節も航空行きます。
Next racer from Tokyo, Teppei Ishiwata. おはようございます。平成最後の SG、断固たる決意で走ります。応援よろしくお願いします。Next racer from Saga, Shinji Fukagawa。おはようございます。一生懸命始めます。応援よろしくお願いします。 Next racer from 群馬、友谷山崎。おはようございます。楽しんで走ってるんで頑張って船券買ってください。 Next racer from 東京、剣豪スミヤ。おはようございます。一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。 Next racer from Tokyo, 剣豪浜野谷。おはようございます。最新馬でベストを尽くします。応援お願いします。 Next racer from 広島、安和前本。おはようございます。最後まで頑張ります。 Next racer from 大阪、和美太田。おはようございます。精一杯頑張ります。Next racer from 静岡、AG Watanabe。おはようございます。スタートもスピードもついていけるか分かりませんが、どこかで名人技を見せたいと思います。 Next racer from 福岡、ミノル・タド。おはようございます。寂しいことにとうとう男の選手の中で一番上になってしまいました。今節も一走一走精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。 Next is from 香川、みゆき山川。おはようございます。久しぶりにうっかり SG に来たら最年長でした。おばちゃんパワーで頑張ります。 ここからは本日12レースドリーム戦出場6選手の登場だ。6選手は花束ゾーンへは向かいませんのでご注意ください。 Next is from 群馬、誠ブスチーマー。おはようございます。ここ来る前に、友達から勇気と、パワーをいただきました。最後までしっかり頑張ります。 Next weather from Saga、 リュータミネ。おはようございます。ボートレースクラシック、ハワイのノリで盛り上げたいと思います。アロハー。Next is from Shiga, Shinsuke Morita. おはようございます。前剣ちょっと状態が良くなかったんですけど、ここは昼飯がうまいんで6日間それで頑張れると思います。 Next is from 岡山、高野ひひわお。精一杯走ります。温かいご声援よろしくお願いします。 Next is from 山口、エイジシワイ。おはようございます。最終日までしっかり走ります。応援してください。
Next is a from Mie, defending champion, Yoshinori Iguchi.おはようございます、連覇目指して頑張ります。お願いします。以上 SG 第54回ボートレースクラシックに出場する最強のトップレーサー52名がここボートレーストラに集結しました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。オープニングパフォーマンスで盛り上げてくれたのはサイバージャパンダンサーズ、そしてサウンド DJ はリョウヤ。皆様大きな拍手。そして選手コールは私西田慎がお送りしました。ファンの皆様、たくさんの声援本当にありがとうございます。ステージ上本当に素晴らしい花が咲きました。まさに春爛漫であります。皆様が春の風を吹かせてくれて、そしてステージ上に52名全選手が勢揃いいたしました。ありがとうございます。それではここで出場選手を代表いたしまして、中田龍太選手より、本日ご来場の皆様並びに全国のボートレースファンの皆様にご挨拶をさせていただきます。中田選手、よろしくお願いいたします。おはようございます。早朝よりのご来場誠にありがとうございます。本日より開催されます SG 第54回ボートレースクラシックに参加します。我々選手52名は約7年ぶりとなるボートレーストラでの SG 開催を待ちに待った地元のファンの方、全国のボートレースファンの方の期待に添えるように全力で精一杯盛り上げていきたいと思っています。ファンの皆様におかれましては、最終日最終レースまで温かいご声援よろしくお願いします。平成31年3月16日、選手代表中田龍太。選手代表の挨拶を行わせていただきました。ありがとうございます。続きまして、出場選手の健闘と安全を祈願いたしまして、ただいま挨拶を行いました中田龍太選手並びに選手班長の桐生純平選手に花束の贈呈を行います。プレゼンターは今日の6レース8レース発売中に行われますトークショーにご出演をいただきます、ボートレースアンバサダーの植木道彦さん、そして元競輪選手の五冠真一さんです。お入りいただきます。健闘と安全を祈願いたしまして、植木さん、五冠さんから地元二選手に花束の贈呈です。どうぞお渡しください。ありがとうございます。植木さん、五冠さん、ありがとうございました。どうぞご講談ください。皆様拍手お願いいたします。ボートレースアンバサダーの植木道彦さん、そして元競輪選手五冠真一さんのトークショーは今日6レース8レース、この2回のステージで行われることになっております。どうぞご期待ください。さあ、こうして皆様の力強い声援で52名がステージ上に勢ぞろい、今日から6日間の激闘を戦ってまいります。以上をもちまして SG 第54回ボートレースクラシックオープニングセレモニーを終了させていただきます。まさに春本番はこのボートレース戸田で始まります。どうぞ皆様、熱い戦いに大きな大きな拍手をお願いいたします。選手退場です。
ファンの皆様、声援本当にありがとうございます。この後は今日の最終12レースドリーム選手出場選手インタビューを行ってまいります。このドリームインタビューの際にサインや写真撮影はご遠慮いただきます。重ねてお願い申し上げます。さて、今節はボートレース戸田では様々なイベントをご用意いたしております。簡単にご紹介をさせていただきます。まず今日は先ほどご紹介をした6レース8レース発売中にボートレースアンバサダーの植木道彦さんと元競輪選手五冠新一さんのトークショーが行われます。明日17日日曜日、歌謡ショーがまず山本ジョージさんのステージ、そして石井明美さんと岩崎芳美さんのミニライブが行われます。さらに文化放送マックス国丸ライドオンボートトークショー、こちらが17日明日日曜日の開催。18日はお笑いライブです。狐お笑いライブと U 字工事お笑いライブ、この2つが予定されております。19日は長嶋智弘さんと博士舞さんと立花凛さんの予想トークショー、20日こちらは元 AKB48 長尾まりやさんのトークショー、21日最終日になりますけれども優勝戦出場選手インタビュー、それから文化放送ライオンズライター東尾治さんと豊田清さんのトークショー、さらにプロスケーター安藤美希さんのトークショー、並びに2019年ボートレース CM キャラクターの渡辺直美さんのトークショー、まだまだあります。キュールライブステージ、そしてもちろんレースが終わりましたら優勝者表彰セレモニーが行われます。優勝者表彰セレモニーももちろんこのイベントホールで行われます。なお今節ですけれども予選競争と準優は公開勝利者インタビューとなっております。今日から4日間の全レース、そして20日の3個レース準優勝戦1回ステージのリーバにて公開勝利者インタビューが行われます。まだまだ他にも開催期間中たくさんのイベントがございます。詳しくはイベント開催情報をお確かめいただきたいと思います。これからドリームインタビューを行いますけれども、大変恐縮ですがドリーム選手出場選手インタビューでのサインや写真撮影はご遠慮くださいますよう重ねてお願い申し上げます。それでは準備が整いますまで今しばらくお待ちください。